どうもね。今日は前回の動画からちょっと間空いちゃったんですけど、このチャンプ RS のプラグ交換とエアフィルターの交換をしたいと思います。まずはこの辺からバラしていこうと思います。せっかくなんでね、キャブもちょっと見たいんでね、この辺もバラしていこうと思います。もうボロボロだ。もうボロボロです。はい、取れました。結構綺麗だな。まあせっかくなんでね、ちょちょっとやっておこうかな。っていうかガソリンがない。前回かかんなかったのもね、これ多分ガソリンなんですよ。一応キャブはこれで OK かな。じゃあプラグ外してみますね。オン！こんな感じですね。そんなに消耗してる感じもないんだけど、交換しておきます。あ、でもベチャベチャだな。交換しておきます。Thank you.
OK。 こっちかな。 OK。 OK。 それではね、エンジンをかけてみたいと思います。無事ね、エンジンもかかってよかったです。まさかね、多分ガソリン切れだったと思うんですけどね、ガス欠。次のね、チャンプの動画はね、ナンバーをね、再取得して奥多摩あたりでも行ってみようかと思います。本日は以上となります。よかったらチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。バイバイ。